おはようございます今日は、えー、っと4月ぐらいに知り合ってその人たちが今度山を登ろうっていうことになって確か7月ぐらいにそのイベン山を登るイベントがあったんですけど、まあ、そこに初参加してその後はちょっと私もいろいろ行かれなくて今日2回月1回やるんですけど今日2回目の参加なんですが何が言いたいかというと。 なんかねワクワクしないんです好きな山に行くにもかかわらず <laughs> これは何なんだろうなぁと思ってまあ昨日から考えてるんだけどまあ断るのは簡単だけどまあ断らないで今日は芋煮会をやるっていうことなのでまあ多分それの準備もされてるんだろうと思うから一応あの行ってくるんですけど、まあ、今日行ってみてこうワクワクしないんだったらどうこう。 その相手が同行ううじゃなくて自分がそれに合わないんだなと思って、まあ、ここをやめればいいだけのことなんだなっていうのをとりあえず思って、まあ、あのこうやって自分でワクワクしないものを無理していくことはもう必要ないというのを最近思ってますので、まあ、今日行ってみてその判断ができればいいかなと思って今日はそれでも自分で楽しみにしながら行こうとは思ってます。 じゃあまた今日も実は高尾なんですけども高尾の芋煮会に行ってきます。今日も天気いいので皆さんいい一日をお送りください。また明日。